日本人は働きすぎだというふうによく言われます。まあ、もちろん噺家を除いてのことだろうとは思うんでございますが、なかなか1ヶ月のうちに休みが取れないで働いているという方が多いというんですがね、明日久々のお休みなんてなことになると、これは不思議なもんでございましてね、休みの当日よりもその前の晩がこれが嬉しくってなかなか寝つかれないなんてのは、まあ経験があるわけでございます。子供の時もそうでした。遠足が明日というその前の晩が、これが非常に興奮をいたしましてね、とりあえず布団の中には入るわけでございますが、もう20分もしないうちに目が覚めましてね、枕元に置いてありますリックサックの紐をこうほどきまして、中に入れてありますこのバナナを取り出して本数を確認するわけでございましてね、間違いないなんてんで、これをまたリックに収めて、布団に潜って20分もしないうちにまたむくっと起き上がってまいりましてね、リックの紐を解いて、中からバナナを取り出しまして、この本数を数えるわけでございます。お菊の皿じゃないんで何度数えても同じなわけでございますが、あら、よっぴてこんなことを20分おきぐらいにやっておりますと、まあ翌日になってくしゃくしゃになったバナナを担いで遠足に出たなんてのは、まあ記憶があるわけでございますが、不思議なもんです。もう楽しみごとという、明日お休みという前の晩が、これが本当になかなか嬉しくって寝つかれない、でついつい夜更かしをして、次の日せっかくの休みなのになんか一日ぼんやりしていたなんてなことがあるわけでございましてね、私がまあまあ経験した中では結婚なんてのもそうでございました。そこに、至るまでとあとはこんなに違うのかという、まあ、体験があるんでございますがね、まあとにかくこうなる前は本当に、なんか全身から力の抜けていく日々なわけでございましてね、相手はどんな女の子だなんてなことを聞かれると、何しろこうここが一番長くなってるわけでございましてね、食べちゃいたいぐらい可愛いんですなんてなことを言うのはここまでの話でございましてね、でここからあと7日もしないうちに、でところでどうだったって聞かれると、まああの時本当に食っちゃっときゃよかったですなんてなふうに会話が変わるわけでございますが、なんか楽しみ事ってのは ここを境にするわけでございましてね、不思議なもんです。前の晩が非常に意識が高揚をいたしまして、嬉しくって寝つかれないなんてなことがあるんでございます。実は私今日のこの落語会大変に楽しみにしていたわけでございましてね、昨夜が最高潮でございまして、なんか今朝から力が抜けているような気がしているところでございますが、まあまあ私どもの方は世間から言わせると遊んでるような家業のように見えるかもしれませんが、まあそれなりに仕事は仕事でございましてね、仕事以外のところに何かこうひとときを過ごすという、まあ今ご趣味、昔は道楽なんてなことを言われましたが、何かその仕事以外のところで一時を過ごすと、これがまた栄養になりましてね、本業の方にも力が入るなんてなことがある。まあいろんなことを何でもする時間があったらやってごらんなんてなことを師匠先輩から言われまして、今少し下火になりましたが、ゴルフをやる仲間というのが随分増えました。その前が野球部というのがございましてね、これはまあ人数が足りないと、私は野球はよく知らないんでございますが、それでも、人数合わせでございまして誘われたことがあります。9人のうち野球のルールを知らないのが半数以上ということもございましてね、大抵右利きはこうこっち側に立ちますんで、何かの手違いでボールが当たったりなんかいたしますと「走れ!」という、まあ、監督の声を、まあ、これも大先輩が監督でございますがね、で声を聞くといきなり三塁の方に駆け出していくやつが2人ぐらいおりまして「何を考えてんだ」いや、やっぱり近い方がいいかと思いましたという、まあまあ落語界の野球部というのはそのぐらいでございましてね、道具も完璧には揃ってなかったです。グローブも外野はまあおそらく敵チームも噺家でございますからね、そんなところへと飛ばすようなやつはいないだろうということで、大体ピッチャーとキャッチャーと一塁二塁三塁、まあまあそのぐらいでございますか。で外野はグローブはないんでございますが、ただ手ぶらで立ってるとその、はためにあんまりよくないんでございましてね、まあ野球をやっている景色を作ろうということで、グローブは買えないんで八つ手の葉っぱが何かをこうこう縛りつけましてね、遠目には何かグローブのように見えなくはないんでございます。もうほら
加藤というそういう集まりではないんでございましてね、外野を守っておりまして、時々大きなのが飛んでまいりますと、オーライという、これは取る意思はないんでございます。野球らしい雰囲気を醸し出そうという、これがオーライという かけ言葉でございましてね、当然こう上を通り越していく、それはまあ後ろから追っかけていって拾って、これを投げたってまっすぐ飛ぶやつは一人もおりませんで、これはまあ私どもの野球部という、時々まあ心得のあるものもおりましてね、オーライあのね、ピッチャーちょっとやらせてくれよ、やらせてくれよというぐらいですからね、じゃあ心得があるだろうと思ってピッチャーをやらせると、なるほどこいつの投げた球誰も打てないという、それは打てないんでございます、届かないというような、まあまあ、それでも私どもの野球部なんてので、した時を過ごした時代がございまして、あれはもう勝ち負けではないんでございましてね、今はまあ世の中は勝った負けたというところで物語が動いているというんですが、落語会ってのはなんかこう時間がのんびりとゆったりと、あんまり力の入らないという、あんまりこう勝ち負けというのは、私なんかはまあ生まれ育ちが別にいいわけではないんでございますけどね、勝ち負けを競わないというところが非常に気に入っている業界でございます。田舎にいた頃もまあまあスポーツらしい、スポーツといいましてもあんまり勝ち負けは競わなかったもんですからね、お正月に親類一同が集まって毎年やっておりました、蹴鞠、まあ、あのぐらいでございますかね、あれもあんまり勝ち負けを競うもんではないんでございましてね、ですからまあまあこうのんびりと時間が流れるというところが非常に気に入っているところでございます。噺家にまあなりましてもそうです、落語に出てくる登場人物も、懐の方がまあ寂しいなりに何か元手のかからない遊びなんてなものをまあみんなで考え出して、それで時間を潰すなんてなことがあるわけでございますが、いつの時代でございますか、あの問答という、これはあの本来はお寺さんの儀式の時、新参式初めてまあそこの住職もしくは副住職としてお山に入る時の儀式でございますがね、今でもそういう光景を見かけることがございますが、これをまあちょっと見ておりました江戸っ子が、うん、なんか面白そうでいいやね、いやちょいと真似をしてみようなんという、まあ今のなぞなぞ謎かけのようなもんでございますか。おう問答やろうか。なんだい、おめえが俺に問答をふっかけるってのはいい了見じゃないかい、何でも受けてやるから行ってきな。OK、 じゃあ行くよ。我鉄眼の竜となりて何時の五体を取り巻く時はこれいかに。鉄眼の竜だ、生意気なこと言いやったな。何時鉄眼の竜となって五体を取り巻く時は、我炎となってこれを焼く。何時炎となる時は我大水となってこれを消す。何時大水となる時は我土手となってこれを防ぐ。何時土手となる時は我イノシシとなってこれを破る。何時イノシシとなる時は我狩人となってこれを鉄砲で撃つ。何時狩人となる時は我名主となって鉄砲を取り上げる。何時名主となる時は我大官となる。じゃあ俺は奉行だ、じゃあ俺は将軍、俺天頭、随分上行ったね、天頭。何時天頭となる時は我雲となってこれを閉ざす。何時雲となる時は風となってこれを吹き飛ばす。何時風となる時は壁となってこれを防ぐ。何時壁となる時は、ネズミとなってこれを破る。何時ネズミとなる時は我猫となってこれを食らう。猫、何時猫となる時我お三丼となってこれにおまんまをやらねえ。お三丼、何時お三丼となる時我ゴンスケとなってこれを口説く。なんてんで力の入らない遊びが昔やったことがあるという話でございますが、上州の安中というところでこんにゃく屋を営みます六兵衛さんという、これが大変な親分肌の方でございますというのが、まあ江戸っ子がいろいろ悪い遊びをいたしまして、下の病というんですがね、悪い病を引き込みますと、じゃあちょいと湯治に出かけようという、これが上州の草津温泉、そこに行く途中が安中というところでございます。法画帳を回しまして、いや気をつけて当時行ってこいよなんてんで、懐にしたお金がちょうどなくなりまして行き倒れになるというのがその上州の安中あたりだったんだそうでございます。今新しい新幹線が走るようになりまして、安中春名という、あの駅正面を降りましてちょっと左側のあたりに当時の行き倒れの跡がいまだにうっすらと残っているという話でございますが、まあそんな輩を拾って世話をしようという、これがこんにゃく屋の六兵衛さんという親分肌の方でございまして、おう八甲八、なんつか親分、
どうだ具合は。ええー、のいろいろご心配をかけましたが、このところだいぶ調子が出てきましてね。おお、そうかい。顔色もだいぶ良くなったな。ええー、まあそれでなんですがね、何しろあれが熱を持つ病と見えまして、毛が抜けたという、これがちょいと情けねえ。まあまあいいやな。命に関わるもんじゃねえや。うん、どうだい、そろそろ江戸へ戻るか。いや、それなんでございますがね、まあ江戸へ戻ってもこれという用のある体じゃねえんで、もうしばらくここに置いてもらいたいと思うんですが。あ、そうか。いやいや、いや、いるのは構わねえけどな、体の調子が良くなってブラブラしていてもしょうがねえし。あ、どうだ、うちのこんにゃく屋を手伝ってみるか。いや、それなんでござんすよ。いや、世話になってこんなことを言うのもなんでござんすがね、こんにゃく屋ってな、どうも旗で見るほど楽じゃなさそうで。それもそうだな、おめえのなまった体でこんにゃく屋はちょいときついかもしれねえと言ってぼんやりしていても、あ、どうだめ、村外れに空き寺が一つあってな、いた住職が死んで代わりが来ねえんだよ。墓守りは一人いるんだけれどもな、どうにも不用心でいけねえ。おめえそこの寺の坊さんをしばらくやってみねえか。寺の坊さん、はせてあんすか。それも頭これでいいかもしれませんがね、あしは経文ってのが読めねえんで。経文、あれはいいよ。何すか、いいよってな。いや、経文なんてのはな、何度聞いたっておめえ何を言ってるかはっきりわけが分からしねえやない。いいよ、だからおめえなんかね、適当な節をつけてうなっていたらそれで形になるだろう。何すか、その節をつけてうなってるってな。まあまあ、たらちねでも何でもいいけれどもな、いろはにほへとなんてのが分かりやすくていいだろう。いろはにほへとどうするんですか。だからおめえ適当にな、まあ衣を着て本堂で手を合わせて、いろはにほへとに節をつけるんだ。こうやってな、いろはにほへとがんちんでいいだろう。短すぎませんかな。これって短いと思ったらな、あとはカッポレでも何でも、カッポレそんなんで、ああ、いやな、しばらくやってみねえな、なんて、なんきなやつがあったもんで、にわか坊主が一人出来上がります。墓守を、ゴンスケ呼ばわり、なんざいたしまして、あう、ゴンスケ、ゴンちゃん、なんでございますな。なんでございますじゃねえだろう、何がじゃねえやな、俺がここの寺へ来てから。弔いが一軒もねえじゃねえか。寺で弔いがねえな、お前開店休業ってんだな。小遣いにも困る始末だよ。おめえな、そこでただおまんまを炊いていりゃそれでいいってもんじゃねえぞ。村回れ、村を回って、あそこの年寄りがそろそろじゃねえか、こっちの病人がぼちぼちだと、それを人の耳に入れて少しは力をつけさせてくれなきゃ困るだろう。はそれで、あ、そう言ったればな、神殿の文字を取ったんがどうかしたか。いや、長えこと腰を患って伏せっておりましたがな、確か一昨日の晩にぽっくりと言ったのか、治ったっちゅうこんでございまして。日本語は正しく使え。そういう時はぽっくりとは言わねえんだ。とにかく大切でしゃがねえんでな、一杯やろうと思ってんだ。おめえちょいとな、酒買ってこい、酒を。あら、おめえ様それがいかねえだな。寺方で酒なんちゅうことを言ってはいかねえで、不調っちゅうものがあるだんべ。不調、不調、なんかここへ来た時おめえに言われたな。酒があれが確か般若通ってんだな。マグロが赤豆腐、エビが踊りっ子でもってな、卵がこう新しいか古いか覗いてみる、あれが確か遠眼鏡で、別名御所車とも言いますでな。なんでその御所車ってな、中に君がおわしますと。くだらねえこと考えてるな、おめえたちは。面白いと思ったのがタコだな。あれはちょうどおめえぶら下がってる天芸にそっくりで、タコが天芸で、タコの天芸ではおめえ様えれえしくじりをしてな。俺らなんかしくじったか。何かではねえでな、檀家の者が大勢いるところでおめえ様えけえ声を張り上げて、ゴンスケ天芸を買ってこう、それを早く巣だこにしろって、あれ何にもならねえでな。なこと言ったか言ったらじゃねえやない。これから気をつけるよ。おめえも付き合い。そうだな。じゃあな、赤豆腐を二人前と、それから般若糖をゴンベイばかり急いで買ったかい、なんてんで乱暴なやつがあったもんで、二人が本堂でちびりちびりやっておりますと、頼もう、ほら来た来た、ともれだともれだ、行ってこい行ってこい、へいへいへい、いらっしゃいまし。節操は越前の国は永平寺、社見卓然と申す。諸国暗夜雲水の僧にござる。ただいま御門前を通行のり、階段席に君主三門にいるを許さずとあるは、これまさしく前家道場と心得、
大お正御在事ならば一問答願わしたく水産つかまつった。お取り次ぎを。くらまってくらせ。えれぐんだ。なんで喧嘩。いや喧嘩ではねえ、あの問答がぶちてっちゅう坊様ござらしてな。なんでその問答って。あおめえ様寺方にいて問答知らねえだかな。よくやってるたんべ、あのな坊様が二人でこう向き合わせになって、こっちの坊様がえけえ声を張り上げてな、兄兄とはいかに言ってと、こっちの坊様それに答えて、兄兄のごとしいと、あれ問答だ。ああ知ってる知ってる、ああ、あれだろ、あのな、一枚でもせんべいとはこれいかにってと、一つでもまんじゅうというがごとしと。いやそうだら簡単なもんではねえでな、修行してやるだでな、俺らのんなものできるわけはねえじゃねえ。いや断れ断れ断れ、うちじゃ今そういうのは間に合ってるって。いやそういうわけにはいかねえ、門の脇にな、けえ石が立ってるだんべ、君主三門にいるを許さずと、あれな、この寺では門戸仏別中看板みてえなもんで、あの石がそうなんだな。おい俺らこないだうちからあれが気になっていたんだ。そうと分かったらあんなもの引っこ抜いてよ、ちょっとな、裏へ回れ、裏からぐるっと回ってな、であの石抜け、あの石を抜いてな、で代わりに十字架を立てとけな、で改めて玄関に行って、アーメンって言って、バカなことはできねえで、ここはそう言ったらこしょうがねえな。おい、でおめえあれか、和尚いるってそれまだ言ってねえ、おめえにしちゃ上出来だ、よしよし分かった分かった、よしよし、じゃあ俺が代わりにな、俺はまあここの小坊主ってことにしてよな、あいや、うちの和尚は今出かけて留守だって、オッケーしちまいいや、こっちは流しておきだ、どん、おまっとうさんで。拙僧は越前の国は永平寺社見卓然と申す。ああ聞いた聞いた、問答がしてんだってね。いやうちの和尚は問答が大好きなんだよ、このところいい問答にぶつからねってんでね、いやこの間うちからぐず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 言っていた、いや言っていたんだけれども、惜しいな、今日はあいにくと出かけちまって留守なんだ、気の毒だったな、また来ねえな。しからば修行のためお帰りをお待ちいたす。いやいやちょっと待ってくれ、いやそれはダメだね、いやいや何しろ気まぐれでね、あのね、今日出かけて今日帰ってくるかどうかわからねえ、帰りが 2,3 日後になるなんてなことが述べつあって、修行のためとあらば 2,3 日お待ちいたすわ糸屋敷。いやいやだから 2,3 日で帰ってくればいいやな、そうそう、あのねちょっと使いに行ってくるって三月帰らねえ、修行のためとあらば三月が半年お待ちいたそうと、糸屋敷。いやいやだからね、あそう驚いたね、こないだね隣村行ってくるってんで生涯帰らないことが3度ばかりあって、これはお戯れを。しからば村外れに宿を求めまして、毎朝水産をつかまつる、ごめん、しょうがねえなおい、ゴンちゃんダメだよ、しつこい野郎だ、何がじゃねえやな、うちのお嬢は出かけて留守だって断ろうと思ったら、ね、修行のためとあらばお待ちいたすわ糸屋敷、糸屋敷、なんだ糸屋敷、小物屋の回しも抜いてかと言ってやんだ、でどうなるの。ああおめえ様が、ああその盆様と、問答をぶたなければなんねえでな、なんねえってできねえことやったってしょうがねえや、まあおめえ様勝つことはなかんべえと思うがな、勝った盆様がこの寺に収まってな、負けた盆様はからかさ一本でここを産んだされるで、おめえなんか人の不幸喜んでやしねえか、おい、いや別にこの寺に未練があるわけじゃねえけど、産んだされるってのはなんとかならねえか、どうだあのな、山二つ越えたところにおらがの生まれた村があって、そこにもな空き寺があるで、おめえ様しばらくそこへ逃げてるっちゅうのはどうだな、でそっちへ門戸の盆様来たら急いでこっちへ逃げてってきてな、こっちへ来たらまた向こうへ逃げて、まあまあ行ったり来たりしてるうち、そのうちおめえ様も寿命で落ちぬべえと思って、何をのんきなこと言ってやろう、悔しいね、その追い出されるってな、よしあった、どうせ追い出されるんだったら先にこっちの方で産んでてやろうじゃねえかな、出るったっておめえ懐がちょいと寂しくて言わねえや、おお、いいか、あのな金っ気のもの何でもいいからこの本堂に集めてな、ああこれでおめえ道具屋呼んでこれをバッタに売って銭変えてずらかろうなんてんで、ひどい話があったもんで本堂で、ああ金っ気のもの集めておりますと、ああいるかい、ああほらどうもこんにゃく屋の親分ご無沙汰いたしまして、いやいや無沙汰お互い様だ、なんだい時期外れの大掃除か、いやそうじゃねえんだんすよ、あのね問答がしてって坊主がここに現れて、もおうおう、ここはそういう寺なんだかな、おめえに話がしてなかったかな、どうしたいいよそれね、問答ってなわけのわからないこと言われたって困っちゃう、だからねあっしはここのご坊主うちの和尚が出かけて留守だってんで追っ返そうと思ったんですが、その野郎がしつこい野郎でね、修行のためとあらばお帰りをお待ちいたすわ糸屋敷、糸屋敷、こままねの回しもんだからね、でどうにもしょうがねえ、やって負けたら恩出される、どうせ出されるんだったら先にこっちの方から恩出てやろうってんでね、出るに際しちゃまあちょいとああ金っ気のものを懐にと思って、今これねこれいろいろ道具を集めて、今道具屋が来る、これをバッタに売って銭に、おおおおバカなこと言うな、おめえにそんな、いやあのな
寺にあるものはみんなおめえのもんじゃねえんだ、これ檀家衆のもんだな、俺がおめえこの村にいられなくなっちまう。そうか、話をしなかった、俺も悪かったしな、毎朝ここへ来るとそう言ってるか、よし、あったあった、じゃあな、俺は野郎の相手は明日一つ引いてやる。あら、なんで、親分な、あの問答ができるんだよ。あんなものできやしねえ、いいよ、ね、本堂でもって心も来てよ、ね、俺ずっとこうやってだ黙って知らんかしてるから、え、いや、なんか言われたっていいんだ、もう相手にしねえな、どうしたったらうちの和尚、年で耳が遠くて何言っても聞こえねえって、そう言ってきゃいいんだよな、なんかやったって、おめえ、もうこの頃目がかすんで、よく物も見えねえって、そう言っときゃ、まあ、とにかく口を聞くのも、8年に二言ぐらいがやっとだって、そう言ってきゃいいやな、それともぐずぐずしてるようだったらな、権助に行って、大釜に湯をいっぱい沸かして、それのね、野郎の頭からぶっかけてよ、盆様は湯がいたって構いやしねえ、それとも間がついてるようだったらな、墓場行って石頭ば引っこ抜いてこい、それともって野郎を思いっきり後ろから引っ叩いて、何が、死んだって言うんだよ、死んだっておめえ埋めるとか裏にいくらでもあるんだからな、明日来るから、なんてんでひどい話があったもんで、翌日になりまして、おおはよう、あほらどうも、親分ご苦労様で、どうして野郎来たか、まだ来ねんですよ、そうか、いやこういうことはな、後手に回るといけねえ、よしよしよし、支度をして待ってようじゃねえか、お衣持ってこい衣、おい、なんだよ、これちょっと生臭いぞ、あ、そうかもしれない、いやいや、こないだね、一杯やろうと思って酒買ったんだけど、魚に手が回らねえんで、池の鯉それでしゃくった網の代わりに使ったのか、おめえは、はあ、ひでえことしやるな、本当に、申す、申す、何を、いや、何を申すじゃねえんだよ、あのな、頭にかぶる、ああとんがり好き、なんだいとんがり、おいバカに、これやけっこがじゃん、これね、この間神殿の火事の時かぶった火事装束じゃねえぞ、これあったくしょうがねえな、干す、寺にいるんだろう、一つぐらい覚えておけよ、光栄があってな、光景がふさふさった、毛羽先か、なんだい毛羽先、おいこれもっとずっとこうなかったか、あったあった来た時あったやね、それ毎日便所の掃除に使って畑じゃねえぞ、バカだね、まったく、ああこんなんなっちゃって、どうだ、お大したもんだい、じっとしていたらどっかの大僧侶、あダメ胸元腹がけが出て、腹がけが先に言え、バカだのめ、野郎が来たら御殿に回れ、だから腹がけが見えるったらそう言ってけな、うちの和尚はもともと職人上がりだって、大丈夫か大丈夫か、なんてんでござらばござれと待ち構えておりますと、頼もう、ほら来た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 、へいへいどう、おまんはうがいいね、いやうちの和尚がゆうべひょっこり帰ってきたんだよ、話をしたら喜んだ喜んだ、喉をゴロゴロ鳴らして喜んだ、さあさあこっち上がりねえの、大和尚ご法名は、なおない、いやご法名、いやなおなねえんだ、いやお名前、いや名前はこんにゃく、いやあの名前はこ、あの高野山工房大師、これはお頭無料、まあまあいいからこっちへ来ねえの、穴に壊れた九段の旅僧龍のひげを踏み分け踏み分け来てみれば、本堂は七軒の吹き下ろし、幅広の障子を左右に押し開きますと、正面には釈迦尼仏、片絵には行儀菩薩がすすを浴び、合天上加納元信が描きしと思いし、一匹龍はネズミの小便のために五分寺と相なり、高麗べりの畳は破れ果て、欄間の天人は蜘蛛の巣に閉ざされ、赤き巻き柱は剥げ渡り、旗天外朝風に偏本として翻る中、一段高きところに宝座を設け、身には衣をまとい、頭には毛布をいただき、手には発想を携え、眼半眼に閉じ、座禅願望弱爆として控えおるは、当山の大和尚とは真っ赤な偽り、何にも知らないこんにゃく屋の六兵衛さんが、節操は越前の国は永平寺、社民卓然と申す、諸国安家雲水の僧にござる、一夫神もてまいる、法華経五字の説法は八遍に閉じ、正風の二道松に越えありや、また松風を生むや、無の二道は前家五道の悟りにして、いずれが理なるや、いずれが非なるや、この儀いかに、お答え、今一夫神崩壊に終わり、おもなく頭もなく中の四骨は立つ、この儀いかに、お答え、説法、何をやる、出っ歯だっつってやれ
大きなお世話だ。うちは代々出っ歯の家系だからな。まごまごしてるとおめえ煮えぶっかけておめえ角田でもって張り出すんとに。ご返答なきところ全家三割行のうち無言の行中と心得、無言なれば無言にて問い申さん。とても愚僧ごときのかなう相手ではございます。行三年修行の水産つかまずるごめん、ちょっと待った。どうなっていえ、愚僧の負けでございます。負けということは、あの子に言えよ、和尚が勝ったどうなっとる。二三、お問い申したところご返事がございます。これは全家三荒行のうち、無言の行中と心得無言にて問い申した。大和尚のご胸中はと問うに、大会のごとしという鮮やかなるお答え、十方世界は五回で保つと教えをいただきながら、かなわぬながら今一問度、三尊の御霊と問うに、目の下を見よというお叱りを受けました。とても愚僧ごときのかなう相手ではございます。両三年修行の末、水産つかまつるごめん、ああ、もう来るなよ。途中で仲間に会ったらそう言っとけ。問答じゃうちの和尚にはかなわねえって。大したもんだ。こんにゃくやの親分、問答の予言があるとは合わなかった。どう親分、ご苦労さん。ご苦労さんじゃねえんでしゃ。なんであいつを逃がすんだよ。いいじゃありませんか。親分が問答に勝ったか。勝ったかどうか知らねえ。何言ってんだよ。やるわ。越前の国は永平寺。とんでもねえ。この辺りうろうろしとる坊主だ。何がじゃねえ。わけのわからねえことをパー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 言ってやった。こっちは知らん顔していたんだよ。したらおめえ、人の顔、穴の開くほどじっと見つめて、あ、そこのこんにゃく屋の親分だ、やろう。途中で気がついた。反転が見えたのがいけねえかもしれない。そりゃ構わねえけれどもな。しまいに手真似でもって人の商売物をケチつけ始めたのが勘弁できねえ。なんすか、その商売物をケチってな。おめえんところのこんにゃくはこれっぱかりだってんだよ。これこんにゃく、そうやめ、悔しいじゃねえか。うりゃこんなにでっけえってそう言ってやったんだ。そしたらおめえ、十丁でいくらだって値を聞くじゃねえか。ちょいと高えとは思ったがな、うちは500だったらしみったれた坊主じゃねえか。300に負けろってえから、あかんべえ。